単院断章を言ってみようかな。何個か出たはず。変わらぬもの。めちゃめちゃ出てるか。あのカルトさん。何か。この人は確か別の正体の。何の用だろう。明日の作戦でご一緒させていただきます。そのよろしくお願いいたします。ああ、わざわざ挨拶に来てくれたのか。こちらこそよろしくお願いします。何か話さないと。ああ緊張する。顔がどんどん熱くなってきた。カルトさんは腕利きの兵士だと聞きました。俺足を引っ張らないように頑張ります。向こうへ行け。え？何を言ってるんだ僕は。違うんです、僕極度の上がり症で初対面の人と話すのが苦手なだけで。すみません失礼しました。あ、またやってしまった。どうして僕はいつもこうなんだ。ここまで極端じゃないけど、これぐらい、これぐらいって言ったら、これ、こんなことになってしまうな。こういう人はおるよな。カルト、また相手に変な誤解させちまったみたいだな。ローラン、どうしよう。彼、せっかく挨拶に来てくれたのに、すごくひどいことを言ってしまった。無口でクールな腕利きの兵士。それがお前に対する、周りのイメージなんだよな。だからみんなビビっちまって、あんな風に挨拶に来るやつまでいるわけだが。誤解なんだよ。僕は上がり症で、うまく話せないだけなんだ。普通に話せるのは、幼馴染の君と、妹のエリンくらいだよ。仕方ないな。俺が後で一緒に、誤解を解きに行ってやる。ありがとう、ローラン。困ってる親友を放ってはおけないからな。にしても兄貴はちょっと頼りないってのに、比べてお前の妹は。ねえエリン、装備について聞きたいことがあるんだけど。おいエリン、ちょっと手貸してくれ。はーい、すぐに行きます。相変わらずすごいなエリンは。いつもみんなに頼られて。明日の作戦はあいつも参加するみたいだぜ。いいところを見せないとなお兄ちゃん。うん。よし、これで明日の準備はできたかな。にしても同じ村で育った俺らが今度は同じ戦場を走り回ることになるとはな。あの泣き虫だったエリンまで入隊するとは思わなかったぜ。昔に比べてエリーンは変わったよね。しっかり者で頼もしくなった。戦闘でもしっかり結果を出してるし、エリーンにそんな才能があるなんて驚いたけど。誰かさんの役に立ちたいから必死に努力したんじゃないか。誰かさんって？バカ、そりゃ当然兄貴のお前。ちょっと兄さん、明日出撃命令が出てるんでしょ。準備は？ああ、とりあえず終わってるよ。もう気の抜けた返事ね。そんなんじゃすぐ帝国にやられちゃうよ。やれやれ、こんな花を耳に刺されてたら本人を目の前にすると、まあ、敵なら撃つしかないけど落ちたくないなと思っちまうな。それとローラン、親友だからって兄さんを甘やかさないように。ったく、可愛げがなくなったなエリン。ガキの頃とは大違いだ。昔のお前は弱虫で泣き虫で、何かあるとすぐ兄貴に助けてもらってたのに。バカ、いつの話してるのよ。とにかく準備はしっかりね。兄さんはただでさえどんくさいんだから。それに私はもう子供じゃない。今度は私が兄さんを守ってみせる。
エリンは新兵だっけ。気合い入ってんなあいつ。カルト、俺らも負けてらんねえぞ。いろんな方向からのプレッシャーで吐きそうだ。たく、そんな気弱でよく入隊できたな。というかお前もそもそもどうして軍に来たんだ。あれ、入隊した理由言ってなかったっけ。実はその僕、君が心配で連邦軍に入ったんだ。何を心配するってんだ。俺は帝国を倒すためにここへ来ただけだぜ。帝国は悪だ。悪は打ち砕かれなきゃならない。連邦の正義の力によってな。そういうとこ変わらないな。君は昔から正義感が強かった。でも今の君は帝国の全てが悪だと思ってる。ガリアのお姫様を誘拐しようとしてたぜ。どうなんだろう。カルト、お前は優しすぎる。戦場に立つなら強い意志を持たないとダメだぜ。うん、それは分かってる。ま、心配してくれるのは嬉しいし、だいたい帝国はお前と一緒に戦えるのは心強い。まあ、明日の戦闘も俺はお前の背を守ってやる。第二次世界大戦の頃やから領土が欲しかったんか。俺の背を頼むぜ相棒。ガリアへはラグナイト鉱石が欲しかったんだよな。そうだね。帝国と連邦はの戦争はもともとどうだったんだ。何きっかけなんだ。これより作戦を説明する。現実のソ連というか現ロシアはもう長年不凍港、凍らない港が欲しかったっていうのを聞いたんだけど、まあそれだけではないだろうけどな。これももういじりようないんだな。よし、作戦開始だ。 E 小隊出撃しろ。あれ、エリーンはさっきまでいたのに。まさか一人で先に行ったなんてことは。なかなかの額の傷でかいな。あ、カルト、今の悲鳴。エリーン、どこだ。返事をしろ。バカが、一人で向かってきやがった。撃ち殺してやる。こいつ死んだな。どけ。変わらないな。エリーンが危険な目に遭うと、いつもこうだ。どうしよう。みんなとはぐれちゃった。敵にも囲まれてるみたい。散々兄さんにしっかりしろって言ったくせに、自分がこんな形で終わるなんてね。お前らしくないよ、エリーン。こんなところで諦めるなんて。兄さん、それにローランも、まさか私を助けに。ダメだよ、今すぐ逃げて。ここは敵に囲まれてるの。分かった。じゃあエリーンは僕の後ろにいて、絶対に離れちゃダメだよ。心配すんなって、エリーン。よく知ってるだろ、こうなった時のカルトは無敵だぜ。無敵だぜはいいけど、なんか適当にやってたら負けるんだよな、これ確か。ちょっと勝利条件みたい。箱に3人かな。
横に3人だな。まあとにかく戦車だな。戦車をなんとかローランで倒したいんだけど、やっぱこうか。このルートで3人抜けるか。これが相変わらず抜けれるのか抜けれんのかわからんな。赤バツはいけるんか。任せろ。敵発見。敵発見。仕方はじめ。走れ走れ。平地に立ちすぎだよなこれ。怖いものなんかないさ。くらえ。行動を開始する。敵はあそこか。土があると落ち着くな。敵を発見。攻撃を開始。援軍はまだか。そこ。まあ拠点に一人おるだろうな。できるな。どうしよう。どうしよう。やっぱりアコで一旦止まるべきだったな。うわ。行動を開始します。ちょっと行けんか。隣に並べたらチャンスあるけど。目標を捕捉。行けんよな。兄ちゃん耐えてくれ。またはやり直しだな。せめて座れてたらな。気づいてないとかあるかな。ないわな。なヘッドショットされんかった。いいぞいいぞ。あ、まずい。エリンまずいぞ。どこから。これあれだな、こっちのレベルが高いな。余裕になってもったな。もう両兵になってるもんな。こっちはこれは少々じゃ死なんな。回避する。危なかった。あれ打ち返さんのや。狙われたのカルトだったか。了解。次に行こう。やられたか。よし。隙があると思った。行動を開始します。ちょっと離れてるな。手榴弾じゃ厳しいな。
敵発見。これでも食らえ。えらい下から撃ってたな。こいつか。任せろ。どうだ。嘘だろ。このくらい。まあ本当にレベル差というか。まだまだ。これでも食らえ。まあ目鉄砲だな。そこは射程内だ。さて、そうか。怖いものなんかないさ。砕いてやる。当たれ。よし、倒したな。僕がやる。敵はあそこか。耐えてみせる。これでも食らえ。いい加減豆つぶたのに。そこ通れるんかな。それが問題だな。なるほど。隙があると落ち着くな。了解。倒れ。通れるなら確実に壊せるけど。いけた。隙があると落ち着くな。ものなんかないさ。当たれ。もう間違えた。またボタン操作ミス。もう後から出した方が前のやつと合わせれるような。背中は任せるぜ相棒。待てよ、今そちらに向かう。そこはパクリとか独自性とか出さんでええんだよな。打ち方はずい。間違えた。お客さんのお出ましだ。油断しないで。敵中。兄さん、確実に体を整えろ。拠点取られたって別にいいんだよな。
名前がいやらしいな。レベル低かったらまずかっただろうな。行動を開始する。これでも食らえ。そこ。知ってた。知ってたけど、ここで一旦。回避。耐えてみせる。身のピョコンが可愛いな。どうして今撃たなかったんです。引き金に指はかかっていたはずなのに。撃てなかった。俺にもその子と同い年くらいの妹がいる。なんだって。情けない最後だな。まあお互い悲しいけど、い同じ立場だったなら僕も引き金を引けなかったと思います。そういうもんだよな。そうか、その子はあんたの妹か。大事にしろよ。なんだ、帝国は悪のはずなのに、こんな兵士もいるなんて。悪の帝国を信じてたんだよな。何が本当の悪なのかしっかり見極めて戦うことが大切だと思うよ。でもひとまず、それはそうなんだけど、感情に浸るのは後にしよう。今は国同士の戦いになるとな、難しいよな。簡単に割り切れんのよな。見つけました。怖いものなんかないさ。勝つためにはくどいことやってしまったりもするだろうしな。どうだ、たまに渡ってもいっちゃうか。まだまだ。撃ち方始め。行動を開始する。遠いな。マークされてやがる。倒す。敵倒しても経験値的にはあんま変わらんとかいう話は本当なんだろうか。味方がやられました。行動数が関係あるんじゃって。敵の討伐数は関係ないとか言う。よし、作戦成功だ。祈祷しよう、エリン、ローラ。うん。そうだな。あれ、二人の様子がおかしいな。どうしたんだろう。さすがに経験値も少ない。組み合わせによって発生するから兄さん、レベルと合わんとかあるよな。ああ、エリン、お疲れ様。怪我はなかったかい。うん、
大丈夫。その兄さん、すごくかっこよかったよ。鬼の形相で敵陣を突っ切ってたな。可愛い妹なんて、そこまで怖い顔してたかな。なあ、なんぼってもいいけど、実際おると大概生意気なんだろうな。え、何が？兄さんを守るなんて偉そうなこと言ってたのに、結局私守られちゃったから。早まる必要なんてないよ。エリーンは大事な妹だ。これからもずっと僕が守る。お姉ちゃん弟で仲いいのはちょこちょこ見るけど、男兄と妹で仲いいの、まあ悪いと言わんまでもぐらいはちょこちょこおるけどお兄ちゃんってやっぱり優しいな。がっつり仲いいぜはなかなか。そういうところがあるから私。いいよな。隠してるんかな、兄の方が恥ずかしくて。数年ぶりだな、お兄ちゃんって呼ばれたの。え、あ、ま、待った、今のなしなし、つい口に出ちゃっただけだから。とにかく私はお礼を言いたかっただけ、それだけだからね兄さん。エリーンが塩らしいなんて、こりゃ明日槍でも振るかなローラン、どうした？さっきから元気がないみたいだけど。お前に言われたことを考えてたんだ。何が本当の悪なのかって。え、僕そんな偉そうなこと言った？覚えてないのかよ。ごめん。たく、相変わらず変なところで抜けてるなお前。ただな、攻め込まれたんだろ、はじめ。それがどんな理由つけようが侵略されてるってことだよな。にしてもこういう結果もガキの頃と同じか。結局いつだってカルトのやることが一番正しいんだ。正しくて優しいの。いや、そんなことないさ。僕だって間違うこともあるし、何が正解かわからないこともある。俺も今は何が悪なのかわからなくなっちまった。ただ改めて戦争は悲しいことだってのは分かったぜ。だから攻めていくのはな、俺たちの手で終わらせねえとな。やめたいとこだけど。僕には頼もしい親友がいてくれる。たらな、だからきっと大丈夫さ。で、今回の作戦はそれを止めさすにはもう大元叩くしかねえってことだよな。私は？もちろん、しっかり者の妹がいてくれるのも心強いよ。一番頼りになるのはお前だぜカルト。これからも3人で頑張ろうな。うん。ああもちろんだ。エリーン苦手だったんだ。隊員談笑の彼の努力家狙撃兵3人。レオハルト、お疲れ。今日は大活躍だったな。今日はじゃなくて今日もだろう。女を撃つ帝国兵がいたんで熱くなっちまったぜ。退屈な任務だった。敵兵と出てきたら、どうして出てきたら男やろうが女やろうが躊躇してたらやられるよな。あの二人いつも活躍してる。同じ狙撃兵なのに
私とは全然違うな。どうすればあんな風になれるんだろう。強さの秘訣とかあるのかな。アラディンさん、レオンハルトさん、もしかして狙撃の自主練習してるの？練習？参ったな。必死こいて練習してるとこ見られちまったか。俺様は練習なんかしてねえ。たまたまここにいただけだ。銃を持ちながら言っても説得力ないぜ、レオンハルト。やっぱり二人ともすごいな。こういうところでも力の差がつくのかも。ところでネージュ、用があってここに来たんじゃねえのか？うん、実は。強さの秘訣ね。別にそんなこと気にしなくてもいいんだぜ。世の中の女はみんな俺が守ってやる。ネージュも安心して俺の後ろにいればいい。バカか。戦場では男も女もね。銃を持ったなら撃つか撃たれるかだ。確かにな。だがネージュ、お前言うほど弱くねえだろ。狙撃兵の中でも訓練成績はかなりいい。はっきり言って優秀だ。そんな私なんて全然、本当に全然。ネージュっていつもテンパると顔が赤くなるな。そういうところ可愛くて好きだぜ。そんなことない。私訓練でうまくできても戦場だと慌てちゃっていつも周りに迷惑を。だから私も二人みたいに強くなりたくて。周りに迷惑をかけたくねえなら戦場に出なければいいだけの話だ。え？弱い心を叩き直してえだけなら他でもできる。だがお前は戦場に来た。なん？それがわからねえなら本当の意味で強くなんざなれやしねえよ。レディーとの接し方がなってないな、あの男は。ネージュ、あんまり気にするなよ。一見優しいけどアラディンの方が実は全然ダメだよな。まあけどフォロー役と。どうしたネージュ、元気なの？3人かもな。昨日のことを思い出してたが、どっちか一人ならダメそうだけど。レオンハルトさんに言われたこと。なんだ、結局気にしちまってたのか。キングの言うことはやっぱり違うね。なんだか圧倒されちゃった。確かにあいつは訓練校を首席で卒業して地位も実力も人気もある王様みたいなやつだが、子供の頃は強くなるために血の滲むような努力をしてたらしいぜ。そうなの？親が子より世間体を大事にするやつらでな、ほぼ虐待に近い英才教育を受けて育ったんだと。昨日みてえに自主練で顔を合わせた時、自慢話のついでにこぼしてたぜ。レオンハルトさんの強さにはそんな秘密があったんだ。あのアラディンさんの強さにもやっぱり秘密があるの？秘密ってほどじゃねえが、俺には倒さなきゃならない相手がいるんだ。狙撃兵のトップに君臨するあいつに俺は今度こそ勝つ。それってもしかしてカイさんのこと？ワンショットキラーの。ああ、かっこ悪い話だが、俺は昔やつに勝負を挑んであっけなく負けちまったよ。狙撃には絶対の自信があった俺のプライドは粉々に打ち砕かれた。あの時の負けを身に刻むために俺は頭を丸めて自分を鍛え直すことにしたのさ。その頭にそんな意味が。
さんもレオンハルトさんもなんていうかこう天才肌だと思ってたけど、強さの裏にはいろんな事情があったんだね。まあな、俺はカイに勝つために強くなる努力をしてる。レオンハルトだって昔はともかく今は強くなりたい理由があるみたいだぜ。理由？いや悪い、どうも可愛い子相手だと喋りすぎちまうな。これ以上勝手に言うと怒った王様に撃たれちまいそうだからやめとくぜ。そっか。私は何のために強くなりたいんだろう。大丈夫、ネジもすぐに答えを見つけられるさ。適当なこと言うな。ならいいんだけど。これより作戦を説明します。指定エリアに侵入か。あれ、二人だ。誰か来てくれるんやっけ。あ、こっちに一人おるんか。それでは作戦を開始します。 E 小隊、出撃してください。まあもう撃って撃って撃ちまくるしかねえ。やっぱり戦場は緊張するな。当然こっちもレベル差あるからやられるのは多分単独行動は控えるんだ。大丈夫やと思うけど。打ち逃しだな。どうしたんですか隊長さん。いや、それがこの先の村に帝国の民間人が取り残されているらしいんだが、その話をした途端レオンハルトが飛び出していってしまって。敵陣に一人で？危険すぎます。私助けに行ってきます。ネージが行くなら俺も行くぜ。あの王様のことは任せてもらえるかい隊長。アラディ、ネージ、すまない、頼む。ちょっと回復するか。キングの道を開けろ。素早く退避。くそ、ついにやり直しが来たか。まあこれで勝手が分かったから。下がってろ。これも多分前やった時もやり直ししたな。ハラリーさん、援護するよ。やったな。え、今ネージ撃った？無駄な弾だったな。後ろには俺がついてるぜ。敵兵の位置を確認してください。狙いは確実にな。できるかな。死に撃たれるやったらちょっと近づかん方がええな。弾がもったいないぜ。ないな。あ、上上がった方がええのか。ちょっと今回一人上げてみよう。俺様が行く。外すなんざありえねえな。後々は後々は前出るんだけど、まだまだこうだな。戦車、俺様が行く。
のほど知らず。これであと基本4人だけど、まあ、増援来るからな。下がってろ。見つけたぜ。撃ち方はじめ。軽い軽い。やりましたね。発見した。見つけたぜ。この間から撃ってるのかな。ちょっと隙間微妙だな。自分の動きに注意をしてください。上から撃てたら一番ええが、はい、あれ、あ、こ敵弾がおるんだ。上から撃てそうだな。当たって。ラグナボックス置いといた方が良かったかな。やった。全員無事か。増援が動かんかったらこっから落とすと。任せな。どこ見てんだ。決まったな。味方がやられました。後ろには俺がついてるぜ。さすがに分かってたら早いな。できるかな。味方がやられました。ごめんなさい。キングの道を開けろ。しようかな。当然怖いのは突撃だけど射程が長いのがな。仕留める。やっぱ怖い方から。当然の結果だ。なるほど、いい腕だ。連れてきてもいいけどな。あんま意味ないよな。俺様が行く。どけ。身の程知らず。よかった、これで。これでな。交渉になれば武器の扱いに響く。応援がな。下がってろ。後ろには俺がついてるぞ。雪のカモフラージュに警戒を。
人だけか。それならなんとかなりそうだ。しかも動かんかった。こら、レオンハルトさん。いて、え、ちょ、ネージュ、貴様、急に何のつもりだ。この俺様の頭を叩くなど。私は今怒ってるの。一人で飛び出すなんて危ない真似して。こんなこともう二度としないで。分かった？ごめんなさい。生意気ってごめんなさい。へえ、明治の意外な一面を見たな。仲間が危ない目に遭うと積極的になるのか。そういうのすごく大事だと思う。自信を持ってもいいんじゃないかな。おっと、あまり話し込んでいる場合ではないか。残りを片付けよう。キングだ。足元に注意しながら前進を。ここは俺様のものだ。パラディン伍長になってたんだっけな。まあ敵の位置が分かってたら早すいな。ところでレオンハルトさん、さっきはどうして一人で飛び出していったの？はあ、俺様には探し人がいる。昔ストラーク家にいた乳母とその息子、俺様にとっては家族以上に大切な存在だった。だが帝国出身って理由だけで二人には連邦からスパイ容疑がかけられた。軍警察に追われて今も行方不明。今回帝国の民間人と聞き、もしやと思ったら、取り調べなら容疑もしゃあないかなと思うけど、まあ容疑かけられて尋問になったら多分だが、ひどい尋問受けるんだろうな。そっか、レオンハルトさんは大事な人のために強くなろうとしてたんだ。だからアラディンさんと一緒に狙撃の自主練習もして。何度も言わせるな。俺様は練習なんざしねえ。この強さは持って生まれた才能だ。そうだったね。めんどくさいやつだな。ごめんなさい。私、今回のことで何かつかめたかもしれない。アラディンさんもレオンハルトさんも目的を果たすためにたくさん努力をしてる。私だってきっとできるはず。さっきみたいに勇気を出して。アラディンの目標を聞いてるんだっけ。分かったな、レオンハルト。これからは単独行動は厳禁だぞ。お前誰に命令してる？何様のつもりだ。隊長だな。隊長様だっての。お前とか言うな。あんまやんちゃが過ぎると次は除隊させられちまうかもしれないぜ。俺様はキングだ。誰の支配を受け。いや、じゃあ軍隊ダメだな。まあ同じ狙撃兵のよしみで俺がついとくぜ。今後は無茶をさせないようにする。厄介野郎なってるやん。頼むよアラディン。さん、レオンハルトさん、今ちょっといい？またお前か。今度は何だ？実は
その、少し聞いてもらいたいことがあって。俺、女の子の真剣な瞳に弱いんだよ。何でも話してみな。あのね、私ずっと自分に自信がなくて悩んでたけど、二人のように強い人でも陰では努力してることを知って勉強になった。それで、あの、私も強くなる理由を見つけられたの。言ってみろ。私、弱い自分を変えたい。強く、だからこれからもっともっと頑張る。名前聞いてごめんなさい。でも、あの、私、目に意志が宿ったな。お前はここからだ。え？また言うだけ言ってどっか行っちまうし。ま、今のは王様なりの激励ってやつかもな。少しはお前を認めてくれたみたいだぜ。さっきのネージュ、なかなか決まってた。俺も応援するよ。ありがとう。私、あの、その、自分を変えたいって言うなら、まず落ち着くことから始めた方が良さそうだな。努力します。まあ2つで終了かな。